じゃあ、イベントの概要をちょっと改めて、私の方からお話をさせていただきます。週刊文春はですね、ジャニーズの性加害問題について今報じていますけれども、まあ、もともと1999年からこの問題についてずっと報じてきた週刊誌です。そこで本日は、今自己紹介をしていただいた、取材班のメンバーにですね、ジャニーズの性加害問題、少子は何を報じてきたかと題しまして、これまでずっと取材続けているメンバーに、いろいろとお話を聞いていきたいと。まあそういった趣旨のイベントになりますので、これから1時間皆さんよろしくお願いいたします。今回のですね、セミナーを開催するにあたりましては、多くの事前質問をいただきました。本当にですね、もう、皆さんからこれだけの熱量で質問いただいたっていうのは、なかなかいろいろイベントをやってる中でも珍しいかなというぐらい、ありまして、それをですね、今回テーマごとに分けまして、取材班のメンバーに答えていっていただこうかなと思いますので、皆さんからいただいた質問に沿ってイベントの方は進めていきたいなと思います。じゃあもう早速ですね、いただいた質問に答えていく形で進めたいと思います。はい、テーマ1としては、元ジュニアたちの性被害の全貌ということで、この性被害一体何があったのかというところで、視聴者の皆さんがですね疑問に思っていることに、答えていっていただきたいなと思います。じゃあ最初の質問に行きましょうか。はい、カウアン岡本さん、そして橋田康さんが実名顔出しで告白するに至った経緯は、彼らはどういう思いだったのですかというご質問です。じゃあこれについて、まずカウアンさんについては、高橋さんにじゃあお話をいただきましょうかね。はい。はい、カウアンさんに関してはですね、きっかけというのが、King&Prince のメンバーの脱退のニュースだったそうなんですよね。はい、はい。カウアンさんはメンバーの平野紫耀さんと、まあ大体同期というような関係性で、まあ、彼らの脱退の理由がですね、海外で活動したいっていうような、言葉もありましたけれども、カウアンさん自身も、やっぱり彼らを見てみて、まあ、いろんな悩みがありながら活動を続けてきたんだろうなというのは、すごく分かったそうなんですよね。カウアンさん自身も、ジャニーズ時代に、まあ、アイドルという立場、まあ、つまりそのファンから求められるような姿で、いなければならないというのと、もともとカウアンさん自身はジャスティン・ビーバーだとか、そういう海外のアーティストを目指していたということがあって、まあ、アーティストというのは自分のなんか生き様をそのまま歌にしたりだとか、そういう、まあ、アイドルと、まあ、アーティストとの間で悩んでいたっていうのがあってですね、まあ、そういうのを見て、非常に、まあ、King&Prince の3人の方々も悩みながら活動してきたんだなっていうのがすごく分かったそうなんですね。なんていうか、まあ、自分に嘘をつきながらというか、はい、そういうところでやってきたのは本当苦しいんだろうなというのは分かっていて、まあ、そんな中でそのカウアンさん自身も、まあ、自分に嘘をつきたくないということですね。やっぱり自分が受けた性加害についてもこのまま言わないで、まあ、否定してるっていうのは自分自身も否定してるっていうことじゃないかっていうふうに思ってですね、まあ、今回顔出し実名で告発することにしたそうです。うん、カウアンさんに続いて、週刊文春で実名顔出しで告白したのは、これ、橋田康さんという方ですけれども、じゃあこの橋田さんは取材を担当している松村さんに話を聞いてみましょうか。はい、橋田さんはジャニーズ事務所にお世話になったとか感謝してるっていう思いがすごく強い方で、で、ジャニーズ事務所には今の問題を早く解決して、早くこの騒動が終わってほしい、そして新しいスタートを切ってほしいっていうふうに思われてるんですね。うん、で、その日本のエンターテインメントの今後のためにということで、彼は、強く自分の意思を発信できるようにということで、実名顔出しで取材に応じてくださいました。うん、まあ、二人とも非常にね、これ勇気が、必要だった告発かなと思いますけれども、うん、まあ、やはりその実名で顔出ししたっていうことの影響はかなり大きかったですよね。そうですね。はい、じゃあ次に行きましょうか。これも今の話に関連するご質問ですけれども、週刊文春の記事ですね。これ多くが、まずは匿名での告発だったんですけれども、まあこの二人はじめですね、その実名での告白の数が増えてきていると。これ流れが変わったと思う瞬間はありましたかという質問ですが、これ、じゃあキャップの高橋さんに聞いてみましょうか。やっぱりこれも、カウアンさんの実名告発というのがすごく大きかったなとは思っています。はい。まあ、週刊文春で最初に記事が出たのが、4月6日の発売号だったんですけども、
正直その時はそんなに、続いて出てくる方々が現れなくて、はい、ちょっとあれとは思ってたんですけども、その後の4月の12日に、彼が愛国特派員協会で、記者会見やった、まあ、あれがすごく非常に反響を持ちましたけども、あれからだんだん週刊文春にも情報提供が増えてきたなというような印象ですね。なるほど。やっぱ記者会見が一つの節目だったなという感じはね、ありますよね。はい。次の質問に行きましょうか。はい。はい。報道では、これはジャニー喜多川氏からのその被害の内容ですけれども、手で触られた、それからキスされたなどということがありますが、まあ、これ以上のことはあったのかということを、まあ、お聞きしたい質問だと思います。これは、そうですね。じゃあ、松村さんにお話しいただきましょうか。はい。はい、口でされたという証言者の方が多くいたんですけれども、そうですよね。今週号では、お尻に挿入をされたとおっしゃる証言者の方が出てきました。うん、はい。その男性っていうのは1970年代にタレントではなく数年間付き人としてタレントさんについていた男性なんですね。はいはい。口でされるっていうところまでは同じなんですけれども、その後お尻にクリームをジャニーさんにこう塗られて挿入をされたと。はい、うん、でその後なすがまま体を動かされたっていうふうにお話しされていました。うん、これ付き人の方っていうのは、今回うちの報道で出てきたのは初めてですよね。そうですね。はい。そうですね。まあ自分にタレントさんじゃなくて自分に来るのかっていうふうに驚いたっていうふうにお話しされてました。うん、そうでしたよね。うん、元ジュニアだけじゃなくて、そのスタッフにもそういう被害があったっていうのは今回の取材で分かった一つの事実ではあるかなとは思いますよね。はい。じゃあこれ次に行きましょうか。はい。ジュニアたちはどう対応すれば性被害から逃れることができたと思いますかということですよね。これはそうですね。3人皆さんにちょっとご意見聞きたいなと思いますけれども、じゃあ、西山さんからちょっと聞いてみましょうか。いや、まず何よりも、まあ、メディアが報じてたら、事態は違ったんじゃないかなっていうのはまず第一に、まあ、週刊文春としても言いたいことかなと思います。うん、はい、カウアンさんも記者会見でもおっしゃってましたけど、うん、もし大手メディアとか、まあ、特にテレビ局とかが、そういうことをちょっとでも報じてたら、多分、全然状況は変わってただろうなと思います。うんうん、高橋さん、いかがでしょうか。やっぱその行為自体は、仮に僕が、ジュニアの立場でも、逃れるのは難しかったんじゃないかなとはすごく思いますね。やっぱりジュニアの中でも、なんか通過儀礼じゃないですけども、うん、先輩たちからこれをやれればデビューに近づくよみたいな、話がなんか伝わってたっていうような、その、伝統じゃないですけども、うん、結構そういう習慣があってですね、多分その立場に置かれていたら、うん、まあ、自分も流されてるんじゃないかなと思って、非常にこれ、現実的には難しかったんだろうなとは思いますね。これ、橋田さんのお話にもありましたもんね。その、これ、ある程度なんかそれやられることを許容してしまっているような空気感があるみたいなのがありますもんね。そうですね。あと、特に1970年代とか、その昔の年代になればなるほど、もうそれが、なんか、当たり前。当たり前。それを乗り越えられないやつは、もう出てけみたいな空気感あったっていうのは、取材して聞きました。そうですよね。松村さんはいかがでしょうか。私もですね、まあメディアが報じていないあの状態で、子供だけでそれを逃れられるのは難しかったんじゃないかなと思ってます。うん、相談できる大人っていうのも、ジャニーさんしか実際近くにいる大人いなかったので、はい、マネージャーさんにも相談できないような状態だったと。うん、で、まあ、ジャニーズ事務所にいる限り、デビューや活躍を諦めて、ジャニーさんから離れる、近づかないっていう選択肢を取ること自体は難しかったんじゃないかな、と思います。そうですよね、はい。ありがとうございます。まだまだね、ご質問ありますので、次のテーマにもう早速入っていきたいなと思います。はい、これも気になるところですよね。ジャニーズ事務所の関係者の対応ということで皆さんのご質問をまとめてみました。これはやはりそのジャニーズ事務所の関係者がこれについて、まあ、取材も含めてですけれども、どういった対応をしてきたのか、まあ、このあたり取材班の方に、まあ、見てきたことを聞いたことをちょっと話をしていただきたいなと思います。はい、じゃあ一つ目の質問いきます。これですね。現社長はジャニー氏の性加害を知らなかったと言っていますが、
現在ジャニーズ事務所に勤務している社員で知っていた人がいるのではないかと、まあこれジャニーさんじゃないですね、ジュリー社長のこの動画で、まあの後に出た文書でですね、まあ知らなかったと明言していますけど、これに関するご質問だと思いますが、これじゃあ松村さんにお聞きしましょうか。はい。今回ポイントとなるのは、